今回の浜ちゃん側、浜田チーム、藤井チームに分かれ、今流行りの商品売れ筋ベスト3を当てて競う。さあ、ゲストの方お呼びいたしましょう、はい、この方々です。どうぞ。はい、浜田さん、山本さん卒業されまして、はい、卒業から女優業で今お忙しいと思います。なるほど。山本さんも映画ドラマ数多く出てますんでね、いろいろ拝見させていただいております。役者のイメージないけどないやいや、まあ、個性派俳優ですよ役者もちろん演技派の役者でございますので、はい、よろしくお願いいたします。さあ、今回ですね、はい、どこで勝負するかと言いますと、世界の名だたる時計ブランドを取り揃える銀座にあります高級時計専門店、アワーグラスさん。こんなん持ってる人いないでしょ。時計どうですか、時計。正直あの、はい、ロレックスは持ってらっしゃる。一つ持ってます。おやおや、おいくらほどの。それも100。おお、すごい、かなりの高級時計。どうですか、どうですか。してないです。その高級時計を買ったりとかは。この間、あ、でも一番最初にロレックスを買った。え、最初に